この熱海市伊豆山地区の土石流について今朝南波隆副知事は被害を広げた要因となっている森戸の広報は適切でなかったとの見解を示しました今朝の会見で南波副知事が明らかにしたもので県が行った調査では2010年には土地の改変が行われていた可能性があり森戸を作る場合に必要とされる 水水を抜くたための排水口やががないととられることが分かりました現場の周辺では土砂の盛り土や宅地造成などの行為が行われていて県や熱海市はこれまでに事業者に対して臨地開発許可違反などの行政指導をしていたことが新たに分かりました。